はい、どうもこんばんは、ミュージシャンです。今日もね、前回のイエモン CD 大人買いに引き続き、まあ、大人買いシリーズ第2弾ということで、これがね、家に届きました。いやまあね、中身は今から開けるんで、まあちょっと開けてからね、はい、開けてみせればわかると思うんで、まあ、開けます。はい、でね、まあまあサムで見ればわかると思うんだけど、めちゃくちゃ重い、超重い、とんでもなく重い。前回の CD に比べるともうだいぶと重い。これマジで5キロぐらいあんのかな。だいぶこれで筋トレになるぐらい、本当に。まあ筋トレしてるんで、めちゃくちゃ重いわけじゃないんですけど、結構な重量なんで、これかなり筋トレになりますねっていうぐらいの重さ。いやーちょっとね、でもね、本当にずっと前から欲しかったものなんですよ。本当にめちゃくちゃ欲しくて、もう本当に何年も悩んで買おうかどうかどうしようかなみたいな感じでずっと悩んでて、でまあね、ちょっとこの度なんか最近の運っていうかね、なんか結構いい感じで運が回ってきてるんで、まあここでね買うっきゃないでしょうみたいな感じで、はい、まあいろんな理由があってこの度買いましたね。いやーちょっと楽しみ、どんな感じで入ってんだろう。お、すげえ。はい、見てください、ほらダイナソーが入ってますよ。いや、で、こんな感じで、プチプチもちゃんと入ってますね。あ、ちゃんと緩衝材入ってるんですね。結構なんか、みちみちに入ってると思ってたんですけど、意外とちゃんと緩衝材で入ってまして、すげえ！見てください、ほら、ダイナソーが見えますね。いや、ちょっとこれ楽しみだ。ちょっと、大事に開けますね。はい。いや、ちょっと興奮してきた。もうほんとね、結構前からもうほんとに、いつ買おうかね、ほんとタイミングをずっと伺ってて、まあこの度ね、ちょっと、まあいろいろあったんで、はい、いいことがいろいろあったんで、ついにね、もう購入に、至りました。うわっ！すげえ！いや、1枚目からこの、ね、ダイナソーが入ってるのはちょっと縁起がいいよね。すげえ！はい、まあこれ見てわかる通り、ビーズのアナログ版ですね。でね、これね、2018年。30周年の火の鳥の時になんか、ビーズエキシビジョンみたいな感じの、なんかビーズの展示会みたいなのがあって、で、そこで販売されたのかな？そう、その展示会の会場限定で。で、その後にネット販売とか、ネット販売で、販売されるだって。で、今でもまあね、一応売ってるんで、そう、買いましたね、通販で。そう、ビーイングネットかな？まあそんな感じで。いやー、で、あれ？これはクリアファイル。なんかこういうクリアファイルも付いてきてますね。ちょっとやばい。いや、本当にね、めちゃくちゃ欲しくて、本当に、まあ、結構その、僕、アナログ版で音楽聴いたことないんですよ。ビーズもね、アナログ版出してるということで、まあ、そんな感じで、ビーズもね、アナログで時間ができた時に聴こうかなと思って、まあ、この度ね、まとめ買いしました。まあね、このダイナソーだけじゃなくて、今日はね、全部ちょっと紹介したいと思います。で、ダイナソーの次はオフザロックなんだね。ちょっと順番で、ちゃんとした順番で入ってないんですね。はい。オフザロックでした。はい、2枚目は。僕、この次だったら、まあ、カモンとか来るかなと思いきや、オフザロックでしたね。オフザロック。はい。でけえ。いや、ちょっとね、本当に、どんな感じなのかなっていうのがね、すごい楽しみで、そう、背拍子とか。あれ、背拍子。おー、なるほど、こんな感じか。ソニーミュージックラベルズって書いてる。これ、ソニーなんだ。へぇ。ソニーミュージックラベルズ。あ、本当だ。あれ？こっちはビーングなんだよね。そう、こっちはビーングのこの、バーミリオンズレコード。まあ今の、ビーズの、レーベルだと思うんだけど、これはね、ソニーミュージックなんですよね。あ、そっか。だから結構ビーズって、レコード、レーベル、点々としてるから、まあそこでのその利権とか、絡んでんのかな。まあちょっとそういう感じで。いや、オフザロック。いいね。いや、興奮。やばい。本当にね、すごい、ずっと、いつ買おうか悩んでて、まあこれ、たくさんあるものじゃないんで、そう、ずっと売ってるものじゃないから、早めにね、買わないとなくなっちゃうんで、そう、お、出ました、ファースト。すげえ。ちょっと、CD 版、僕もほんと、CD 版しか持ってないから、こんな感じ。すげえ。ほら、レコードでけえ。すげえ。やっぱり、ちゃんと素材っていうかな、ちゃんと、してますね。すげえ、いいわ。あれ、待って、なんか、これ、シミみたいなの、これ、違うのかな。あ、うん、こういう柄なのかな、ちょっとわかんないけど、あれ？でも、この CD とも同じような柄、みたいな、柄？見えますかね？
なんかね、シミみたいなのがついてるんだけど、こっちの CD 版の方にもね、うっすらとついてるんで、多分これは、そういう、もともとそういう感じなんでしょうね。あー、なるほど。いや、でもまあ、いいや。で、出ました。ブレイクスルー。3枚目のアルバム。すげえ。これもソニーなんかな？うん、これもソニー。あ、だから、レーベルが違うんですね。すげえ。なんかこんな感じで、数枚に分かれて入ってますね。はい。じゃあ次のセット、開けていきたいと思います。はい。開けていくっていうか、まあ、出すだけなんだけど。はい。あ、これね、松本ちゃんのソロの方ですね。なんかね、まとめ買いするんで、まあ、ビーズじゃないんですけど、なんかこれも売ってあったんでね。そう。ついでに買いました。いつかね、また、なんか松本ちゃんのソロを聴いたり、聴き始めた時に、まあ、売ってなかったりすると、ちょっと困るんで、もう先に買っとこうかなと思って、このタイミングでね。はい。まあ、このアルバムはちょっと僕あんまり知らないし、そう。まあ、聞いたこと、CD でもないんだけど、ちょっとね、どうせいつか買うんだから、もう、事前にね、手に入れました。はい。という感じで、早速、ビーズじゃないアルバムを。お！出ました！はい。In the Life。来たー！もう、僕が一番最初に聞いたオリジナルですけども、これはバーミリオンレコードだ。へえ、なるほど。すげえ。いや、ずっと聴いてたアルバムがこうやってアナログ版で出るって、ねえ、まあこれ、最近出たものじゃないんですけど、そう、2018年に出たものですけども、いや、ちょっと手元にそう、僕、初めて手に取って見るんで、やべえ。いいっすね、ちょっと。はい、次のアルバム、リスキー。いやー、すげえ。もうこれ、ちょっと、開けてると時間かかるね。ちょっと、まあ、どんな感じなのかっていうのを、本当にただ、外見だけをお見せしますけど、すげえ。次。なんか、結構順番が適当ですね。なんか、最初ダイナソーから始まって、次なんかね、ファーストの方からっていう感じで、なんか、すごい順番が適当な感じがしますけど、ランです。はい。いやー、すげえ。ちょっとこのね、ランでね、さよならなんか言わせないよ、ちょっとレコードでね、聞いてみたいなって思いますけども、すげえ、うわー、感動だ。いや、ちょっと本当に今日はすごいいい日ですね。で、なんか、本当にさらっと見た感じですけど、なんか、変な凹みがあるような不良品はね、前回の大人買いの時みたいな、なんか、色が焼けてるとか、そう、なんか、割れてるみたいなのは、今のところなさそうですね。はい、これ。ルーズですね、ルース。いやー、いいね。まあ、ルースは個人的にそんな好きじゃないんですけど。はい。じゃあ次の山。まあ、なんか次モンスターなんですけど。なんか順番適当なら、まあいいんですけど、全然。これね、アナログ版でこれね、重量版だと思うんですよ。多分 180g の2枚組なんで、360g かな？わかんないけど。まあ、結構重いですよ。だから本当に筋トレなんですよね。感じで、いっぺんにね、出せないんで、重いんで、そう。まあ、めちゃくちゃ重いって、本当ね、力がないわけじゃないんですけど、その結構希少なものなんで、そう大事に、丁重に扱わなきゃいけないんで、はい、これモンスターです。いや、いいね。ちょっとこれでね、このレコード版で、煙の世界とか、恋のサマーセッションとか、まあ、結構好きな曲入ってるんで、うん、オーシャンの2006ミックスとかもね、そうこれで聴いてみたいと思いますけど、いいね。うん。で、次、お、出ました！来た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 。来た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 。マジック。大好きなアルバム。これでね、夢の中で会いましょう。聞いてみたいですね。なぁ、ほんとにこれアナログ感でね。そう。なんか結構、アナログなサウンドって言うじゃないですか。レコードで聞く人、やっぱ聞くと。そう、僕聞いたことないからわかんないけど。やっぱ聞き方も変わってくるんかもしれないですね。ちょっと、早めに。本当にちょっとね、余裕ができたら、そう、余裕を早く作ってね、このレコード版聞きたいなと思いますけど、いや、マジックいいね。そう、この二人の写真がこうやって、やっぱ CD 版だとやっぱちっちゃいけど、やっぱレコード版だと大きく見えて、はっきり見えますね。いや、いいね。レコード版だからやっぱりその大きくなる分、画質が荒くなるかと思いきや、全然画質、このジャケットの画質も全然荒くない。本当に、すごい綺麗。うん。いや、いいね。で、次は、あ、カモンですね。カモン。カモンはね、まあ、前から言ってるけど、そんなに好きなアルバムじゃないんですけど、まあね、そのまとめ買い、まあ、いつか聞くために、はい、買いましたね。まあ、コレクションですね。
そう。いや、いいね、カモン。で、最後、サバイブ、出ました。これね、僕の友人であるファンタスティック有働くんが一番好きなアルバムですけど、お、すげえ。これ P90 かな？そう、P90 のレスポール。ちょっとこれはなんか、ちょっと荒っぽくて。まあ、この、なんかジャケットのデザインがもともと荒っぽい感じだけど、うん。まあ、そんな感じでいいね。お、すげえ、サージェントペッパーズみたいな感じの、はい、ドラム。はい。これ今気づきました。この大きいジャケットを見て初めて気づきました。すげえ、あ、そうだったんだ、みたいな。いいね。なんか、新しいジャケットの見方ができるってのが、やっぱりレコード版のいいところだと思いますけど、最後の山です。はい。最後の山。いやー、ちょっともう全部出すとね、危険なんで、一枚一枚出しますけど。はい。出ました、11。僕が一番好きなアルバムのうちの一枚。11ね。これはもう筋トレ中にね、めちゃくちゃはかどるんだけど、これレコード版で聴くのはね、微妙なんじゃないかなって思ってて、まあ、さっき言ったように、その僕、11は基本筋トレ中に聴くものなんで、ゆっくり聴くアルバムじゃない気がするんですよね。そうそうそう。だから、まあ、これでね、聴くかどうかちょっとわかんないんだけど、まあ、ちょっと好きなんでね、そう、ジャケット欲しかったんで、いいね。すごい綺麗に見えます。はい。残り3枚ですわ。はい。これ、グリーン。まあ、カモン同様、ダサ作だと思ってるアルバムなんですけど、一応ね、買いました。はい。まあ、いつなくなるかわかんないんでね、欲しくなった時に、手に入んない時のために買いましたね。まあ、これ聞くことは多分ないと思うんだけど、はい。という感じで。じゃあ、最後の2枚いきますか。お、出た！出ました。もう2枚一気に出しますけど、ビッグマシンとザ・サークルですね。この2枚は割と好きだし、なんかレコードで聞きがいがあるかなって思います。まあ勝手なね、僕レコードで聞いたことないって散々言ってるけど、なんか僕の勝手なイメージだけど、まあ I mean loving とか、I mean love とか、そう、wake up right now とか、結構そこら辺聞くのいいんじゃないかなって思います。ちょっとゆっくり。うん、結構ハードな、そう、結構エレキなサウンドが特徴的な2枚だけど、そう、レコードで聞くとどうなるのかなっていうのが、そこはちょっと楽しみなところでありますね。すごい。で、最後ね、マスターサークル。大好きなアルバムですね。いや、これでね、フライザフラックとか、アクアブルーとかね、もう大好きな曲たくさん入ってるけど、そう、サンクチュアリーとかも、そう、アナログで聴いたらどうなるんでしょうね。いや、すげえ。はい、そんな感じで。はい。もう、からです。はい。でね、登場してないアルバムがあると思うんですよね。それが、まあ、エピックデート、エピックデート、ニューラブと、あとアクションと、ブラザーフットと、あとザ・セブンス・ブルースね。そう。この5枚は登場してないと思うんですよ。まあ、買ってない。うん。まあ、いろいろ理由があって、エピックデート、ニューラブに関しては、持ってるんですよね。もう、すでに実家にあるんで、ちょっと、まあ、買う必要ないし、そう、持ってるから。なんですけど、アクションとブラザーフットとザ・セブンス・ブルースに関しては買えませんでした。はい。めちゃくちゃ欲しかったんですよ、ぶっちゃけ言うと。ほんとこの3枚めちゃくちゃ大好きなんで、そう、ほんとにぶっちゃけ言うとこの3枚が一番欲しいんじゃないっていうぐらいめちゃくちゃ大好きなアルバムだったんです。特にアクション。なんですけど、売り切れてました。はい。そう、完全ソールドアウトしてたんで、そう、買いたくても買えなかったんですよね。うわ、マジかと思って、もっとね、2018年の段階で気づいとけば、僕買ってたと思うんですけど、まさかね、ビーズがこうやってアナログ版出してるとは思わなかったんで、いやー、ちょっともうちょっとね、もうちょっと早かったなって、すごい後悔してます。まあ、オークションとかね、そこら辺でしかもう買えないと思うんですけど、オークションにすらないんですよ。ザ・セブンス・ブルースとかアクションとかも。いや、もう、せめてアクションだけでも、まあ本当にね、プレミアついてるんで、まあ高いと思うんだけど、いや、ちょっとアクションだけでも欲しいなって思ったんですけど、まあオークションにすら、なかなか出品されないみたいな感じで、いやーちょっとね残念です。もっと早くに気づけばなって思いましたね。まあそんな感じで今日はこのビーズのアナログ版開封でしたね。ちょっとねどうしよっかな、中身見たいですか。ちょっとどうせだったらね中身見たいですよね。僕も中身見たいんですけど、ちょっとじゃあ特に絶対ねこのアナログ版買って、まあ聞かない、これ聞かないだろうってアルバムも何枚かあるんだけど、まあコレクションのために買ったんですけど、これは聴くだろうってアルバムがね、まあ、このダイナソーなんですけど、ほんとこれね、そう、このダイナソーのアナログ版でね、もうルーフトップとか、そう、愛しき幽霊とかね、聴いてみたいなと、ほんとに絶対
アナログ版で何を1枚に、あの1枚最初にね、書けるかって聞かれたら僕このダイナソーって答えるかな。そんぐらい好きなんで、ちょっとこれだけ開けますかね。ちょっと。これはね、ぶっちゃけもう1枚買おうかなって思ってるぐらい好きなんで、はい。ちょっと開けます。いやー、ちょっと緊張するな。これでね、もうこのアルバムは、このダイナソーのアナログ版はもう未開封品ではなくなりました。うお、やべえ、ふわー、ダイナソーだ、でっけえ。ちょっと開きますね。ちょっとそっと、そっとね。うわ、かっけえ、ガチかっけえじゃん、ほら見て。そう、俺ね、この写真好きなんだよ。そうそう、あのね、サイトにね、載ってるんですよ。この、あの中のジャケットの感じとか、アナログ版の感じとか、サンプル画像みたいな感じ。まあサイト見ればわかると思うんですけど、で、このね、中身のこの写真ね、めちゃくちゃ好きだったんで、わ、これ、見たいなと思って、すげえ、かっけえ、マジで。いや、これ、まあ、これはね、もう絶対聞くんで、そう、もう開けましたけど、ちょっと、すげえ、ちょっと、きっと、やべえ、ずっとね、もう本当に、ずっと欲しくて欲しくてたまらなくて、もうサイトとかめちゃくちゃ見てたんですけど、実物がこうやってね、目の前に現れると、いや、興奮しますね。すげえ。ここにはスティルアライブ4曲、3曲か。3曲入ってて、こっちには、生命まで入ってるから。すげえ。うわ。ちょっとあんまりね、存在に扱えないんで、ちょっと怖いな。これ動画で撮りたくなかったな、ぶっちゃけ。うん。そんぐらいちょっと、丁重に扱ってるんですけど。僕多分こっち、A 面、B 面はあんま聞かないかな、もしかして。うん。まあ、僕はもうダイナソーは、後半の曲こそがダイナソーだと思ってるんで。そうそうそう。いやー、これは、サイド B。あ、そっかそっか。2枚目の方のサイド A かな。まあ、サイド D じゃないんだね。はい。出た。これは、弱い男までが入ってる。これはもう、めちゃくちゃ効くかもしんない。もう、スカイロケットとルーフトップが特に好きなんで、やっべ。で、最後は、愛しき幽霊と、キングオブザストリートと、パープル、ピンクオレンジが入ってるっていう感じで、いや、すげえ、ちょっと。いや、これはマジで、レコードプレイヤーをもし買ったら、一番最初に効くかもしんない。この、ダイナソーね。すげえ。こんな感じ。いやーやべえ。ちょっとあんまりね、ベタベタ触りたくないんで、ここら辺にしときますけど。僕あんまレコードに関して詳しくないんで、わかんないですけど、これ指紋とかあんまりつけてない方がいいんですかね。ちょっとわかんないから、もし詳しい方いたら、コメント欄で教えてください。はい。お、これは歌詞カードですね。あ、全部載ってる。すげえ。まあ中身はね、ちょっと歌詞カードは、すいません、申し訳ないですけど、映せません。このチャンネルね、著作権遵守でやってるんで、そう、著作権のためなら人を殺しても構わないと思ってる派の、もう、過激派著作権信者なんで、そう、あんまりね、そう、見せれないんですけど、まあ、こんな感じ。そう。すげえ。いや、ダイナソーはいいよね。僕ね、ダイナソーはまあ、収録曲も大好きなんですけど、このジャケットね、これかっこいいよね。そう、ダイナソー大好き、マジで。近年のアルバムでは、一番好きかな。そう、もう、すぐ、早く聞きたい、マジで。ちょっと、もうこれの機会に、プレイヤー買っちゃおうかなとも、思いましたね。まあ、手元にこうやって、ビーズのアルバム揃っちゃったんで。アクションね。アクションが聞きたかったな、特に。そう。本当に特にアクションが聞きたかったんだけど、なかったんでね。ちょっとまあ、手に入ったら、聞いてみようかなと思うんだけど、まあ、なかなかね、出回るかどうかもわかんないんで。はい、という感じで、今日は、まあ、たくさん、ちょっと長い動画になっちゃったんだけど、ビーズの、アナログ版をね、破開封してやりやした。はい。という感じで、もうビーズ大好きなんで、で、そうそうそう。いや、今度ね、そう。まあ、さっきも言ったかもしれないけど、まあ、そのアナログ版の研究、そう、アナログ版で音楽聴くってどんなものなのかっていうのを、勉強の一環でね、そう、ビーズのアナログ版を聴くっていう、一つの勉強として、こうやって買い揃えましたけども、まあ、いつかビーズのオリジナルアルバムレビューの時とかも、こうやってね、アナログ版こうやって出しておけば結構、まあ、なんか、動画的にも、そう、絵になるし、そう、まあ、説明もしやすいだろうし、そうそうそう。だから、まあ、そう、インテリアとしてもね、めちゃくちゃいいよね。そう、特に僕もビール大好きなんで、
そう、もう本当にこういうジャケット揃えるって本当いいよね。レコードジャケット、うん、という感じです。はい。長々と喋ってしまいましたけど、今後もね、ビーズに関していろいろ喋ったりとか、買ったりとか、はい、レビューしたりとかしたいと思いますんで、また次回の動画もお願いしますという感じで、はい、僕のアルバムも聴いてください。Spotify とか Apple Music とかに配信してます。ファーストアルバム、情熱の引っ込みね、下の説明欄にリンク貼っとくんで、ぜひ聴いてください。チャンネルクリックするとミュージックビデオも、本当にクオリティはめちゃくちゃ低いんですけど、あるんで、ぜひ興味のある方は聴いてください。という感じで、いやー、ちょっと、まあ今聴けないんだけど、ちょっと並べて楽しもうかなと思います。はい。じゃあ、またいつかお会いしましょう。社会に出る辛さで酔いざめのギター、よく聞き漁る本場で会ってすぐディナー。